バザリ。ククちゃん、どうしたの？顔色も悪いんですの。次のライブも近いですし、無理をしない方がいいのでは？絶対ダメです。すごい気迫。ククは帰れないのです。どうしてよ？だって次のライブの衣装デザインが全然思い浮かばないのです。間に合いそうなんすか？わかりません。しかしこのままでは。衣装作りいつもクークー先輩に任せきりだから。そうだよな。クークー先輩、何か手伝えることあるか？ありますの。なんで夏美が答えるんだよ。でも本当にあるのか？クークー先輩の力になれる方法が。本当にあるんですの。クークー先輩、このまま部室にこもっていても新たなインスピレーションは生まれませんの。さあ町へ向かうんですの。一理ある。確かに町には衣装のヒントがたくさんありそうっす。そうですね、このままここにいても何も変わらないのは目に見えています。行きましょう。いざ外へ。外へですの。おいおい待てって。私も行く。きなこも行くっす。先輩たちもさあ一緒に町へ衣装のヒントを探しに行くんですの。そうだね。ありがとう夏美ちゃん。うわ、私はただ思いついたことを言っただけですの。みんなで衣装作りのお手伝いしよっか。はいですの。1年生たち頼もしいな。いい後輩がいて私たちも幸せよね。そうですね、とても恵まれていると思います。さてと、早くしないと置いてかれちゃうよ。はい、クークーさんの衣装のインスピレーションが湧くようサポートしましょう。町の案内役は私がやらなきゃね。うん、よろしくすみれちゃん。じゃあ早速レッツ。